ダレル、アルバート・セシリアーニ・ジュニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州産ホワキングン、トレーシー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2009年の MLB ドラフト40目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、プロデビュー。42試合に出場して打率。 234.2本類が13打点14盗塁の成績を残した。2010年は A-9 ブルックリンサイクロンズでプレイし68試合に出場して打率351.2本類が35打点21盗塁の成績を残した。2011年は A 級サバンナサンドナッツでプレイし109試合に出場して 打率259.4本塁が40打点25盗塁の成績を残した。2012年は A 級セントルーシーメッツでプレーしハムストリングを痛めて23試合に出場に終わったが打率329.1本塁が10打点2盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しサプライズサグアロスに所属した。 2013年は AA 級ビンガムトン・メッツでプレーし、113試合に出場して打率、268.6本類が44打点、31盗塁の成績を残した。2014年も AA 級ビンガムトンでプレーし、106試合に出場して打率、289.7本類が54打点、16盗塁の成績を残した。 2015年は開幕から AAA 級ラスベガスフフィィテワンズでプレーし5月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした同日のセントルイスカージナルス戦の7回裏に代打で登場してメジャーデビューを果たしマイケル・ワカからメジャー初安打を放った6月1日のサンディエゴ・パドレス戦ではアンドリュー・キャッシュナーからメジャー初打点 14日のアトランタブレイブス戦ではマイク・フォルテネービッチからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは39試合に出場して打率、206.1本塁打、3打点、5盗塁の成績を残した。2016年1月27日にヨエニス・セスペデスとの再契約に伴いディフェとなった。二千十六年二月二日に後日発表選手、または 金銭とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。この年は主に参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレイし82試合に出場して打率266.10本塁が40打点11盗塁の成績を残した。メジャーでは13試合に出場して打率111.1打点の成績を残した。2017年は開幕を トリプル A 級バッファローで迎えた。21試合に出場して打率、145と不審ながら5月16日にメジャー昇格すると18日のブレイブス戦では4番中堅守で先発出場して3回表にフリオテヘランから3点本塁打を記録したが、スイングの際に左肩を痛めて途中交代。翌日には故障者リスト入りとなった。 この年メジャーでは3試合に出場して打率、400点1本塁打、3打点の成績を残した。オフの11月1日に40人枠を外れる形で参加の AA、A、級バッファローへ配属された後、あと7日に FA となった。2018年はアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した。シーズン終了後に退団した。ありがとうございます。